どうもー、おはようございます。ハロニシです。はい、カラコです。はい、カラコです。はい、今日は何するんですか。はい、今日ね、せっかく沖縄来たんで、うん、はいね、まだあの海はまだ行ってませんけれども、はい、その前にですね、それより早く、はい、あの僕らやっぱパチンコ大好きなんで、はいはい、あの沖縄のパチンコ屋さんの釘どうなってんのかなってことをね、はい、ちょっと動画撮っていきたいなと思ってました、うん、あの今日今からですね、何店舗か回って、はい、丸裸にしてやろうと、お、はい、そう思っております。そうですね、はい、なんか沖縄は9時営業開始の、11時半にパチンコが終わって12時にスロットが終わるらしいですね。らしいね。運転手さん、タクシーの運転手さん情報ですけど、うん、はい、なんか時間にね差があるらしいね、うん、終わりの時間にね、はい、うん、珍しいよね、はい、うん、まあそんなことなのね、はい、もう釘どうなってるかね。早速1店舗目、来てます、うん、多分一番有名というかウェブで探してもね、うん、何ここがいいよみたいな感じで出てるんですよ、いきなり来ちゃった、いきなり来ちゃった、はい、一番もう同方面とか来ちゃった、はいいきなりもうここは良くてもずっと打ってるかもしれないですね。じゃあ、はい、そうですね、はい、一応なんかね、沖縄だからやっぱ沖海とかね、うん、開けてんじゃねえかななんて勝手には思ってるんですけ ど、ね、そう、沖縄関係のやつ、はいはい、確かにね、そう、観光客向けとかにね、はいはい、もしかしたらやってるかもしれないんで、はい、そういうとこもちょっと見つつ、はい、うん、やっていこうかなと思います、はい、じゃあ早速行ってきます。はい、行ってきます。はい、はい、どうも、行ってきました。はい、行ってきました、うん、今ね、釘見てきました、はい、あの釘とスロットも一緒に見たんですけどね。そうですね、うん、はい、あの僕的な全体的な感想としては、はい、釘渋いですね。そうですね、はい、分かっちゃいたけど、うんうん、まあ、遠からしね、うん、うん、まあ、ただ僕、金さんと信頼、うん、の金藤はまあ打てるかなと、10日ボーダー超えてるかなと思いましたね。あ、まあそうだろうね、うん、そこは超えてると思うわ、はい、俺も金藤はいいかなと思って、あれだったら多分18、9って感じかな、うんうん、アマデジが1台もなかったですね。なかったね、びっくりした、うん、すごいよなんかね、うんうん、なんかスロットもね、あの爆裂機っていうのかな、はい、うん、高純増機っていうのかな、うん、ビンゴとかさ、うん、ああいうのもね、いっぱい置いてあったんですよ、ゴッドとか、うん、でもジャグラーとか、ああいう、なんつうの、あのそんなたくさん増えなさそうなやつとか、はい、うん、は全然置いてなくて、はい、うん、トリプルクラウンとかもあれも機械割高いんですけど、トリプルクラウンと沖縄ならではのスロット機ですよね。そうそうそう、はい、あの野球みたいなやつ、うん、うん、あれ110パーぐらいあって、トリプルは良さそうなんですけど、はい、やっぱなんかよく出る台を置いてんのかなっていう、すげえそういう印象があったっすね、はいはいはい、お客さんも北斗無双ばっか座ってたし、確かに本当そうですね、うん、花花とかもそうなんですか、花花とかもたくさんあったし、花花だらけでしたね。花花なんかもうだって何台、何島って3島4島ぐらい、うん、ずっとプレ、ハナハナ、もうプレミアムハナハナ、うん、グレキンとかはなかったけど、プレハナがもう置いちゃったんで、うんうん、すごかったよ。あとなんか沖縄フェスティバル、あ、あったね、沖縄フェスティバル、あれも初めて見ましたけど、あれも、俺も初めて見たけど、うん、あれも沖スロだろうね。あ、そうなんだ、検定の、うんうんうん、あれ謎だったな。ちょっと打ってみたかったな、打ってみたいけどね、うん、はい、まあちょっともうちょっと後にね、取っとこうかなと、はい、思います。あ、あと、はい、ここのお店の釘はね、あのジャンプ釘めっちゃ触るっす、やべえっす。あれ多分わかんないっす。で、風車も内側に多分1度2度ぐらいでちょっと入れてる感じなんで、もう多分素人さんじゃわかんないレベルで調整してるんで、かなり上級者向けの店な僕は感じがしたね、うん、きついよ。ジャンプ見た、うん、もうなんかもうヒュンってなってる、ヒュンって、そうですね、うん、うん、すげえ、だからちょっとね、とりあえず、まあ、ボーダーピタピタで打てるけども、うん、うん、立ち回れる店じゃないっすね、うん、そんな感じでございました、はい、はい、次行ってみましょうか。え、立川くんにもう一個あるらしいんで、はい、後行ってきます、はい、はい、2店舗目行ってきました、はい、はい、ね、どうでした。1店舗目で打てる台ない。そうだよね、1店舗目できつい。うん、はい、うん、ここは辛いね、うん、さっきの店のね、近くのところ来たんですけど、はい、あの、まあ、全然ダメっす、ダメというか打てないっすね、うん、10日ボーダー届かないんじゃないかな、届くない、1台もないでしょ絶対、うん、あ、でもただね、最後僕は騙されましたけど、はい、あのライダー強音、はい、うん、あ、あの残り400くらいで打てんじゃんと思ってたんですけど、うん、あの全然違ったんですけどね、うん、まあ、そのライダーの釘見た時に、うん、へそだけは空いてた、確かに確かに、ライダーだけはね、そう、へそだけはね、うん、ただやっぱジャンプ触ってるし、あの風車もちょっと内側に入ってるんで、うん、まあ、
7、8ぐらいって感じかな。そんなないっすよ。そんなないと思います、あれは。いや、へそ結構開いてたから。あ、いや、へそ開いて、まあ、それぐらいの意思はあってもいいと思うよ、俺は。はい、はい、うん、はい、そんぐらいの考え方だったと思いますよ。うん、はい、他のマイナスはなかったし、うん、はい、うん、まあ、多分ね、そんぐらいかなっていう、はい、うん、で、あの、もしね、15、6とかしか回んないんだったら、きついけどな。うん、うん、ね、なんかさっきの店がやっぱね、かなり強いっぽいっすね。うん、1店舗目、はい、うん、うん、だからね、多分こっから見るやつはちょっともしかしたらあまりいい釘が厳しくなってくのかな、はい、見れないかなと思いますが、はい、はい、まあそんな感じでしたね、うん、やっぱり釘の癖もジャンプですね。ジャンプと風車です。鎧はあんま触ってないね、なんかね、ちょっとだけ触ってるけど大きくは変えてないですね。たまにあんじゃん、ボッタ店でなんかさ、風車の釘がもうボコって曲がってるやつ、はい、鎧はもうなんかどうしたみたいな釘とか、うん、ああいう感じではないですね、うん、とりあえず、そうですね、綺麗にやってるって感じではあります、うん、はい、ですね、はい、というわけで次のお店行きます。はい、はい、行きます。はい、どうも、3店舗目来ました、はい、完了、はい、終わりです。はい、手貸ししかなかったですね。これね、はい、手貸しでした。はい、すいません、一応釘見ましたけど、はい、まあ打てたもんじゃないですね、うん、すいません。はい、じゃあ次行きます。はい、はい、どうも、はい、4店舗目、はい、行ってきました。はい、無事終わりましたね。はい、ちゃんと定価してないとこ来ましたんでね、うん、近くのとこにあったとこっす、うん、はい、どうでした。まあ売ってないですけど、まあ窓間際はちょっと319のね、うん、まあ、まあボーダー、トーカーボーダー超えてるかなとは思いましたけどね、うん、うん、ボーダー超えはね、打てそうだね、なんかね、はい、ギリ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 、本当に、うん、うん、僕もあのシンフォ2見たんですけど、まあ多分打てますね、あれも、うん、打てるけ、ボーダー以上では打てるけど、時給1,200〜1,300円がいいとこじゃないかな、僕が思うには。20回から21回みたいな、よくてね、よくてそれぐらいかな。いや、だいぶ理想値だと僕は思いますけどね。まあシンフォはあんましっかり見てないけど、うん、あればいいなぐらいですよね、うん、はい、まあ食っていくだけのちょっと釘ではないかなと、うん、まあ通常営業日だしね、しょうがないっちゃしょうがないけど、はい、うん、あとトリプルクラウンがバカみたいに入ってます、はい、4島、はい、好きすぎみんな、うん、はい、まあ、そんな感じでしたね、うん、うん、これちなみにね、あの朝一発目に行ったところと同じ系列のとこです、はい、うん、支店が違うところなんですけど、ね、確かに、うん、だこの系列はもしかしたらね、全体的に、まあ、打てる可能性があるかもしれない。まあそうですね、特備とかでね、はい、うん、まあ、ちょっとここは期待したいところだね、はい、うん、うん、はい、そんな感じでございました。す、はい、あ、ちなみにやっぱり風車死ぬほど曲げてたんで、はい、で打つ人ちょっと気をつけてね、うん、はい、じゃあ次、とりあえず次飯食っていくか。そうしよう。あ、オッケー、じゃあ一回飯行ってきます。はい、はい、はい、どうも、どうも、はい、5店舗目終了しました、はい、はい、5店舗終了したんでとりあえず飯食いに行きました。あのジェフバーガーのとこね、うん、うん、すんげー可愛いのここ、うん、なんかすごく好き、うん、ゴーヤーバーガーとか食えるんですよ、はい、これね、そのヌーエルバーガー、これね、これオレンジジュースとかなんかあるんですよね、うん、普通かゴーヤーオレンジですね、上ゴーヤー乗ってますね。それは本当にゴーヤー乗ってんの？ゴーヤーですよ、上は。それうまい、顎になんかついてくるちょっとなんか苦いですねまあゴーヤーでした。というわけで、5店舗目はね、うん、なんか微妙ね、結果的には微妙ね。まあそうですね、うん、そもそもあの48が2島しかなかったんですよ、うん、はい、合計40台ぐらいかな、うん、でね、そろそろね、あのタクシーの中で U タイム広いんじゃねえみたいな話しててさ、うん、で貞子 3D2 か、はい、うん、400ぐらいのやつあったんですよ。いや50ぐらい、そうそう、スタートがね、450ぐらいになってて、よっぺ打てんじゃんってこと、カラコが打つって話になったので、カラコ打ったら、あのね、液晶の下の数字のところ、ゼロスタート。こういうことなんですね。前々日のハマりがまだ残ってるかもしれないですね。うん、前日は大谷ゼロだったんで。うん、まあ、よくわかんないよね。まあ、それぐらい稼働がないお店でした。はい、うん、タクシーの運転手さんもあそこは絶対行かない方がいいよ、乗った瞬間ね、あそこは行かないよ、今登れた方がいいよみたいなこと言ってましたから、ね、絶対やめてない、絶対とか言って、出ない出ないとか言って、地元のおばちゃんたちが行かないからとか言って、はい、
まあとりあえず行ってみるかと思って来たんですけど、まあ空いてないっすわな。多分10日ボーダーですら打てる台がなかったんじゃないかな。そうですね、おそ松さんの、おそ松さんあったぐらい、俺なんかいいなと思ったんで。へそが足んないですね、まあ、他はそこまでいじってないけど、うん、だからへそが足んなくてちょっと失礼ですね。まあそう、まあ、風車がエグかったけど、風車もう内側にめっちゃめり込んでた。まあそんな感じでした、うん、やっぱ通常日だとさすがにね、簡単に打てそうな前は見つかんないです。でもこの後行くね、あの6店舗目、7店舗目のやつはちょっと僕の中には期待してるんで、ちょっとそこをね、ちょっと見たいなと思ってます。はい、とりあえずご飯食ってまた行きます。はい、はい、行ってきます。はい、どうも。はい、はい、今日、ね、釘回ってきました。はい、沖縄の釘ね、うん、うん、全部で6店舗かな。そうですね、うん、僕ら、そうだね、6か7店舗ぐらいだと思いますね。まあ、6じゃないかな、確かね。うん、まあちょっと忘れたけど、まあそのぐらい見ました。はい、はい、で、見て、まあ、最後の、まあ、最後から2個目っていうのかな、はい、うん、で、僕ら、まあパチンコね、そこそこ回るんじゃねえかなってことで、ね、うん、ちょっと打ったんですよ。はい、はい、で、打って夜になって打ち終わって、それでまたもう1店舗見てっていう感じで、釘締めに行って行ったんですけど、はい、あの M がつくお店ね、はい、うん、普通に売ってるね。ああ、カスタムジムね。うん、最後のとこね、うん、最後のとこの2店舗大海女性。そうです、よりはすごい綺麗でしたね。うん、うん、最後の店舗、うん、最後の店舗すげえよかったね。はい、大海多分あれ23、4もあると思うんですよ。うん、うん、あれはよかったな、あれしたかったね。そこは試してないですけどね、その前の店舗ね、うん、頭文字 M かな、うん、あ、それも別の M か、うん、はい、そこを試してね、僕は北斗無双結局ね、そう、打ったんですよね、うん、4店舗目で、あ、じゃないや、最後は 2店舗目ででもかなり打っちゃったんですけどね、うん、回るつもりだけだったんですけど結構回ったんでね、うん、77K 分で7万7000円分で 19.6 回、うん、回りましたね、うん、まあまあね、相当、いや、結構いいと思いますよ。まあ、サポフェ何個だっつったっけ、うん、RB いくら、結局現状維持ぐらいでしたね。じゃあ、うん、じゃあって感じだよ。そうか、うん、はい、うん、ですね、うん、そうですね。で、彼はまあそれ打ちたいって言ってたんで、僕はあのパチンコ打ってました、うん、あ、まあ、スロット打ってました、うん、あのね、ツイッター見てくれてる方はね、よく分かったかもしれないですけど、凱旋の750とか結構落ちたんですよ。2台拾ったんですけど、2台とも、すかりましてね、めちゃくちゃ負けたっすね。はい、ね、カラコもね、散々打ったんですけど、はい、まあ、結果的には負けたんですけど、はい、2人で今日いくら負けたと思いますか、僕ら。沖縄に来て2日目にして、ね、2日目ってかもう打つの初日ですけど、打つ初日なのね、はい、うん、いくらか言ってあげてください。2人でマイナス91,300円ですね。クソ笑えるよね。期待的には積んでますからね、間違いなく、間違いなく積んでるけど、いますね、ただ問題、うん、僕らの問題なのが、うん、沖縄イコール僕ね、スロットもパチンコも全部10からと思ったんですよ、うん、もう勝手に決めつけてたんですけど、ね、うん、いざ換金してみたら 3.57円、28玉交換でしたね、うん、うん、全然違えの。これ気をつけなきゃいけないです、皆さん。カラコを信用した俺がバカだ。いやー、完全に決めつけてました。僕は調べればよかった、ちゃんとね、うん、はい、まあ、そんな本題でしたね、うん、でも多分最初見た 4,5 店舗は10かなんじゃない、うん、多分だけど、釘の状況的に全然違うからさ、釘が。そうですね、うん、おそらくだけどさ、そう考えたらやっぱり沖縄でもまあ、うん、絶対無理だと決めつけてたんですけど、意外といけるんだなっていう、うん、いけるかもしれないっていうね、うん、一応希望だけは見えましたね、うん、はい、まあね、宣言がいるぐらいですからね、うん、沖縄は、うん、うん、全然打てると思いますよ、はい、そうですね、まあ、最終的な結果としては打てると思います、全然、うんうん、だって今日通常営業日だったもんね、その M がつくお店は、はい、一番良かったってお店がですね、うんうんうん、で5のつく日が休イベだって言ってたから、まあ、明日この撮影してる次の日ですけど、うんうん、明日もうちょっと開けてくるってもしなるんだったら全然打てる、うんうん、那覇市しないでね、
めちゃくちゃ良かったよ普通に、うん、博多より全然良かった、うん、そんな気がする、うん、日常使いするんだったらね、うんうん、まあ、そんな感じでした、うん、はい、なんでまあ沖縄の釘は店舗によります、どの地域も一緒だと思うけども、うんうん、普通に戦えると思いますね、うん、なんかもしね、旅打ちだったりとか沖縄来てねパチンコ打ってみたいなと思ってる人とかはぜひ参考にしてくれればいいかなと思います、うん、はい、なんとなく僕らが喋ってる感じでどの店かっていうのは分かると思うんで、うん、それちょっと頑張って調べてもらって、うん、はい、で行ってみていただければいいかなというふうに思います、うん、はい、さよなんかありますか、うん、まあ沖縄の感想はね、うん、あんまり味が少なくてみんななんかなんだギャンブル志向なんだなって、あーなんかね、うん、一撃好きみたいな感じ、一撃好きみたいなね、そういう印象がありましたね、うん、はい、そうだね、俺も結局トリプルクラウン打ってないよスロットだけど打ちたかったですね、大きいスローね、うん、ちょっとね忘れてたわ、プレハナ、プレハナとオキドキは打ちましたが、うん、それぐらいですよ、いつの間に、はい、ハイエナしてた、エナエナしてました、ね、はい、まあそんな感じで、ちょっとワーさんの脚本思いっきりパクりましたけども、はい、沖縄はそんな感じでございました、はい、またこれからもね多分こんな感じの動画出せればいいかなとは思ってますんで、またよかったと思ったらですね高評価をしていただいて、そのままチャンネル登録していただければいいなと思いますんで、また楽しみにしててください、はい、僕らは沖縄を楽しんできます、僕は海行かないけどね行かないんだ行かない、もうプールサイドで編集してみて、うん、はい、そんな感じで楽しんできます、はい、はい、で今日はありがとうございました、また、はい。